斉藤アレックス君。斉藤君。ありがとうございます。国民民主党の斉藤アレックスでございます。本日は質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず今、維新の赤木委員からステーブルコインのことについて質問がございまして、私も同様の質問でございますので、ちょっと通告の順番を変えまして、まず本法案に関して、ステーブルコインに関して質問をさせていただきたいと思います。今やり取りにもありましたけれども、24時間ごろ前ぐらいからですね、ステーブルコインのテラやテザー、またルナでも、ルナはステーブルコインじゃないかもしれませんが、暗号資産の暴落が起きて、市場が混乱している中でございます。大変本法案の本委員会の取り扱いがタイムリーなものになっていますけれども、ステーブルという名前とは裏腹に、ステーブルじゃない今状況になっている、安定していない状況になっていますが、今後ステーブルコインと呼ばれるものがどのような役割を世界の金融決済システムで果たしていくことになると財務省お考えになっているのか、まずそのご認識を伺えればと思います。古澤局長。お答え申し上げます。近年、金融のデジタル化というものが進む中で、ステーブルコインを用いた取引が、主に海外において非常に広がっているというふうに承知してございます。こうしたステーブルコインにつきましては、将来的には幅広い分野、例えば暗号資産同士を取引するときに、ステーブルコインを使うといったものも広がってございます。そういった中でのその決済手段、送金手段として用いられるという可能性も指摘されている一方で、海外の当局からも先ほど来ございます利用者保護と、それからそのマネロン上の課題を指摘されているというふうに、そういったものも存在していると承知してございます。こういった中で本法案でございますけれども、広く送金決済手段として用いられるステーブルコインにつきまして、その取引の仲介者に登録制を導入するといった措置を講じているところでございます。で、今こういった、中、先生のご指摘のように今日の相場も動いているわけでございますけれども、金融決済システムをめぐる内外の環境が急速に変化しているというところで、今後の動向を見通すのは困難と考えてございます。金融庁といたしましては、いずれにいたしましても国際的な動向を注視しながら、先ほど来ございます適切な利用者保護と、それからそのマネロン対策ということを図りながら、分散台帳技術を活用した金融イノベーションを促進することが可能になるようにするということのために、普段の制度面見直しに努めてまいりたいと考えてございます。委員長。斉藤君。ありがとうございます。ステーブルコインのリスクについても本日ルール議論がなされていますけれども、イエレン米財務長官がですね、つい先ほど、アメリカ時間の昨日、米下院の下院金融委員会で、ステーブルコインについて発言をされたと。その中で、報道によれば、現在の規模では金融安定への真の脅威とは見なさないが、非常に急速に成長しており、我々が何世紀にもわたって経験した銀行取り付け関連のリスクと同様の危険性を呈していると、ステーブルコインに関して危険性があるということを強くこれまで以上に発言をされています。で、新たな必要が規制が必要ではないかという発言であったり、米財務省としてステーブルコインの危険性について報告書をまとめるというふうに、この下院金融委員会で述べたということでございまして、今回の市場の動きに応じて、ちょっとステーブルコインに対する見方も米政府では少し厳しくなっている、明らかに厳しくなっているということが、報道されています、伝わってきますけれども、そのことについて、財務省、もし財務大臣もご所見があれば、どういったふうに取り込んでいくのか、ご説明いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。古澤局長。お答え申し上げます。今回のステーブルコインに関する規律の導入でございますけれども、国際的には先ほど来ご紹介させていただいています、例えば G20 におきます議論ですとか、それからその FSB における議論、その中では、同じビジネス、同じリスクのものについては、同じルールを適用しようよといったことを議論してきている中でございます。先ほど来もご紹介させていただきますが、アメリカにおきましても、欧州におきましても、そういった問題意識の中で、例えばそのマネロン対策をどういうふうにしていくか、それからその金融システム以外のところで信用創造が広がるようなことについてどういうふうに考えるかと、金融システムに対するリスクをどういうふうに考えるかといった問題意識を共有しながら規律を考えるということを進めてきたものでございます。今回のご提案させていただいてございます資金決済法の改正というものもまさにその流れに沿った改正案というふうに我々として考えているところでございます。
斉藤君。ありがとうございます。名前と裏腹に非常にリスクがあるというところで、消費者保護の観点からも注視していくことが必要だと思いますので、ぜひとも本法案成立をされた後もしっかりと監督をして検査をしていただければというふうに思います。もう一つステーブルコイン関連で通告をさせていただいていたんですけれども、時間もないのでお願いだけにとどめたいと思いますけれども、大変やはり専門的な分野だと今回法案の中身とか解説とかを見ていても思いました。ブロックチェーン関連のデジタル関連の高度な技術が使われているということで、正直かなり私も理解が追いついていないところがたくさんございますので、やはり専門家のデジタル関係の専門家としっかりと連携をしていただくことが財務省でも今後ますます重要になるということが今回の法案の審議でも分かりますので、ぜひともデジタル庁であったりとか、また人材を財務省の方でもしっかりと確保していただく、これまでいないような人材を確保していただくというところもしっかりとご検討いただき取り組んでいただければと思います。ありがとうございました。続きましてちょっと本法案の審議から外れましてですね、現下の円安金融緩和政策に関して質問をさせていただきたいと思います。本日は日銀黒田総裁にもご足労をいただいておりますので、質問させていただきたいと思います。私はですね、松下政経塾の出身でございまして、政経塾の時に前原誠司衆議院議員の秘書をしていたこともあってですね、よくこの委員会で前原代議士と黒田総裁がやり取りをしているところを見ておりましたので、今回こういったふうに質問させていただくことになってですね、大変初当選後最も緊張しておりますので、どうか温かい気持ちでご対応いただければと思います。私が松下政経塾に入塾したのが2013年の4月でございまして、ちょうど黒田日銀総裁第2次安倍政権の下で異次元の金融緩和が始まった月であります。そこから丸9年が経ったわけでございまして、ここまで長期間にわたって金融緩和異次元で行っていくということは日銀としても総裁としても想定をしていなかったのではないかというふうに勝手に推察をしております。物価安定目標の 2% を持続的に実現できる状況に今なっていないというところであります。で、昨今安倍元総理によるですね、日銀は政府の子会社だという発言が物議を醸しています。テクニカルに日銀が政府の子会社かどうなのかという点よりもですね、安倍元総理がいくら財政赤字を増やしても日銀に引き受けさせれば大丈夫といった趣旨で発言をしている、繰り返しているということは私は問題だと考えております。で、改めて黒田総裁にお伺いをさせていただきたいんですけれども、もちろん特に安倍総理の発言に関してはマーケットも反応してないのでお答えいただく必要はございませんけれども、金融緩和を無尽蔵に続けていくことはできないと、金融緩和にも副作用があるということはまず確認をさせていただきたいんですけれども、その点についてご証言をいただくことは可能でしょうか。日本銀行黒田総裁。委員ご指摘のとおりですね、現在の大幅な金融緩和というのが2013年の4月から始まって、その後さまざまな修正も加えられておりますけれども、基本的にこの量的質的金融緩和というものが現在まで続いていると。で、その中でこれもまたご指摘のようにまだ 2% の物価安定目標を安定的持続的に維持するということができていないということでありますので、今後ともですね、その物価安定目標を実現すべく必要な金融緩和を続けていくということになると思います。で、その場合の副作用というかですね、影響ということについてはいろんな議論がありますけれども、例えば全体として非常に金利が下がりですね、イールドカーブがある程度フラット化してきて、そして金融機関の貸し出し利ざやが縮小するという影響があるのではないかと言われています。で、これは日本だけでなくて欧米でも言われている話なんですけれども、他方でそれではそうでないように金利を上げてしまったらどうなるかというとですね、これは景気が悪くなり、あるいはその銀行の貸し出し自体の量も減ってしまったりするとですね、利ざやが拡大してもですね、銀行の収益が必ずしも増大しないと。で、さらにはその景気が悪くなれば信用コストも拡大するということですので、大幅な金融緩和、金利の
大幅な低下によって金融機関の利ざやが縮小していることは事実なんですけれども、ではそうでない金融政策を取ったらですね、金融機関の収益が拡大するかというとそうではないのでですね、この点もある程度そうでない政策を取った場合との比較で見てみないといけないということだと思います。もう一つは大量に国債を購入してますので、そしてその下でしかもイールドカーブコントロールということをしているためにですね、市場機能が国債の市場機能が低下しているのではないか、これも欧米でも大量に国債を買ってますので、そういった議論はあるんですけれども、でその中で、日本銀行としては大量の国債購入というものをその量的な目標というよりもむしろ経済に一番重要なその適切なイールドカーブを維持するという形にして、必要な国債を買い入れると、だから国債の量を決めてその量だけ何が何でもその買い入れるというのではなくてですね、適切なイールドカーブになるようにするということで、対応してきたわけですが、他方で、10年もの国債の金利を 0% 程度という中で、一時非常にですね、金利の変動が小さくなってですね、あまりにもその国債の市場機能が損なわれているのではないかということもあったので、0% 程度というのはプラスマイナス 0.25% の範囲で変動することは適切であるという形で、その経済に対する刺激効果と国債市場の機能度を一定程度保つということのバランスを取ってやっているわけです。でそういう意味で国債市場の機能度にこの大量の国債購入、中央銀行による大量の国債購入が機能度を低下させているんではないかというその副作用というのをあり得るとは考えてますけれども、他方で、大幅な金融緩和自体は必要ですので、そこはある程度そのバランスを取ってですね、そういった副作用といった問題にも対処してきたというところでございます。委員長。斉藤君。ありがとうございます。市場機能が低下しているという話、昨日か今日かの日経新聞でも出ていましたので、非常にそこも重要なポイントだと思うんですけれども、もう一つの今重要な副作用として生じているものが私は円安だと思っております。継続的な金融緩和によって円の価値が下がっていると、円相場は今20年前の水準ですけれども、購買力平価で換算すると円水準は50年前と同等になっているということでございます。まずちょっと時間も限られるので何点かまとめて質問させていただきたいと思うんですけれども、緩和の副作用としてその一般生活者消費者の暮らしぶりの悪化を招く過度な円安を招いている、あるいは招きかねないという認識があるのか、まず1点目にお伺いしたいと思います。でそれに加えてですね、これまで9年間にわたって行っている異次元の金融緩和、当然出口戦略に関しても検討してこなければならなかったというふうに思います。過度に、円が安くなってそれをコントロールするためにどうしても金融緩和をやめざるを得ないという可能性も考えられますけれども、異次元の金融緩和を見せじまいする金融政策を正常化していく方策、しっかりご検討いただいているのか、その点、2点目に教えていただきたいと思います。で最後にですね、今後 2% を超すインフレを安定的に実現できなかったとしても、円安であったりとか金融のシステムの状況に応じて金融緩和を正常化をしていく、その模索をすることは黒田総裁の任期の中で考えていらっしゃるのかと、あと1年の任期でございます、正常化は次の総裁に委ねるのかということになると思いますけど、そのうちについても3点目お答えいただければと思います。すみません、まとめてよろしくお願いします。黒田総裁。まず円安のご質問でございますが、我が国の経済は感染症による落ち込みからのまだ回復途上で、最近時点の GDP も感染症拡大前のレベルよりも 2% 程度下でございまして、欧米のようにその感染症を拡大の前のレベルを超えているというところではなくて、まだ回復途上であるということであります。そして
資源価格上昇によるその下押し圧力というものも受けてますので、やはりこうした状況では強力な金融緩和によって経済活動をしっかりとサポートすることが何よりも重要だというふうに考えております。一方、為替相場についてはご指摘のようにですね、いろいろな問題もありますので、何よりも経済金融のファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが極めて重要であると。でその点で最近見られたような為替市場における短期間での過度な変動というものは、やはり先行きの不確実性を高めて、企業の事業計画の策定などを難しくするために望ましくないというふうに考えています。またご指摘のように為替相場の変動の影響は家計と企業で異なる上に、企業の中でも業種や規模によって不均一であるという点にも留意が必要であるというふうに考えておりまして、引き続き為替相場の変動が経済物価に与える影響については十分注意して見てまいりたいというふうに考えております。それから2番目の、出口のお話でございますが、もちろん金融緩和からの出口の際にはですね、金融市場の安定を確保しながら適切に出口戦略を遂行することは十分可能であるというふうに考えております。そう申し上げた上でですね、現在の消費者物価の上昇はエネルギー価格の上昇を主因とするものであって、 2% の物価安定の目標を持続的安定的な形で実現するにはなお時間がかかるということでありますので、当面ですね、大規模な金融緩和を続けることが必要であって、具体的な出口戦略の手法などについて論じるのはやはり時期尚早だと思いますが、物価安定の目標の実現が近づいてくればですね、当然出口に向けた戦略や方針について金融政策決定会合で議論して適切に情報発信していくということになると思います。でなお、先日の展望レポートでお示したとおりですね、政策委員の、中央見通し、中央値ですね、見通しの中央値で言いますと、2022年度はですね、国際的な資源価格上昇の影響などを受けて、生鮮食品を除く消費者物価の上昇率は 1.9% 程度になるとということでございますが、2023年度になりますとですね、1.1% 程度に低下してしまうということでありまして、私のその2023年4月の任期との関係でですね、出口とかなんかを考えるというのは適切ないと思いますけれども、少なくとも今の政策委員会の見通しの中央値の物価目標との関連で言いますとですね、2023年度でも 2% を安定的に実現できるような状況にはなってないということだと思います。ただ一方で今回エネルギー価格が大幅に上昇したことが消費者物価の上昇率を引き上げていますので、それを除いたですね、生鮮食品およびエネルギーを除いた消費者物価の上昇率で見ますとですね、2022、23、24とですね、かなりこの順調にですね、上昇していくということが見通されておりますので、2% の物価安定目標はもう少し時間がかかりますけれども、達成できるというふうに考えております。斉藤君。ではですね、物価安定目標を重視して、緩和を、景気の状況を見ながら緩和を継続していくという、変わらぬご意思を今示しいただきましたけれども、金融緩和を変更しないのであれば、過度な円安に関してはそれ以外の手段で対応していくことが必要になるかと思うんですけれども、その役割は財務省で担うことになると思いますが、政府はどのような手段を、検討しているのか、そういった取り組みをしっかりと行っていくことがあるのか、財務大臣にお伺いできればと思います。鈴木大臣。為替政策について、ここで私が何か申し上げるとですね、本当に多方面にさまざまな影響を与えますので、具体的コメントは控えること、これは先生もご理解をいただけるんだと、こういうふうに思います。そして手法ということで言えば、
これまでの G7 等で合意されました、為替レートは市場において決定される、為替市場における行動に関して緊密に協議する、過度の変動や無秩序の動きは経済や金融の安定に悪影響を与えうるといった考え方に基づきまして、米国等の通貨当局と緊密な意思疎通を図りつつ、政府として適切に対応してまいりたいと考えております。斉藤君。ありがとうございました。今なかなか日銀においてもそして財務省においても難しい舵取りを迫られていると思いますけれども、こういった状況を招いている責任はやはり政治の側にあると思います。財政の状況であったり賃金が上がらない状況、経済が回復しない状況を招いてしまっているわけですから、しっかりともう参議院選挙ありますけれども、国民民主党としても金融政策のこの出口戦略も含め、また経済の立て直しに関してもしっかりと公約を示させていただいて、そして他党の皆様と議論をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは時間が来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。次に田村貴昭君。